光造形式 3D プリンターになれるためにも、今回は光造形式 3D プリンターを使った作品を作っていこうと思います。今回は多軸の回転体を作ります。多軸といえば、ちょっと前に3軸トゥールビヨンと4軸トゥールビヨンを制作しました。コツさえつかめれば回転軸はいくらでも増やせます。ただし、脱進機を内包するトゥールビヨンでは限界があります。脱進機というものが、回転する力を受けてその力を時間をかけて解放していく機構であり、動かしていると常に歯車が力をとどめておくことになるので、歯車が多いほど力に負けて歪んだりが問題になってきます。なので、今回は多軸に焦点を当てた脱進機のない回転体を作ります。脱進機がなければ空間的にも余裕が生まれます。3軸と4軸はもうやったので、今回は5軸、6軸。もっと増やして8軸です。各軸の回転速度は内側に進むにつれて 1.2 倍で回るように設計しました。動きのシミュレーションはしないので、実際にどう動くかは作ってみてのお楽しみとしましょう。部品が出来上がりました。土台部分や平歯車は FDM 式の 3D プリンターで作りました。ドーム部分は当初は2分割の予定でしたが、造形失敗しまくったので4分割にしました。組み立てていきます。中心部から組み立てていきます。修道部のクリアランスは適当なので、ドリルやヤスリで調整しながら進めます。光造形した部品はレジンで脆いので、ネジ止め部分はネジ切りを行います。これは M1.4 のサイズのネジ切りです。一軸回転ができました。二軸回転ができました。
三軸回転ができました。あ、ついてきてますか。今回やっているのは、回る物体を外側から回す、を繰り返しているだけです。ちなみに使っているレジンは水洗いレジンです。水洗いレジンはメカには向いていないですね。レジンには ABS ライクレジンなんてのもあるようなので、今度試してみたいです。四軸回転ができました。変わり映えのない作業なので小話を一つ。今回多用しているこの球面2層歯車、過去に何度か製作しています。これはアルミから削り出した球面2層歯車です。アルミの塊から両面削って作っているので、削った量の方が多いってやつです。何に使う予定だったかというと、球体型世界時計の歯車です。まあ結局 3D プリンターで完成させてしまったので、これは使わなかったんですけどね。五軸回転ができました。回転軸数えるのが大変になってきました。6軸回転ができました。7軸回転ができました。あとはこの構造体自体をドームに入れて回せば8軸になります。
完成しました。こうして見ると意外とコンパクトにまとまっています。実際に八軸回転をしているのは中心部のサイコロのみです。光造形はまだまだ練習が必要みたいです。波打っているところもあります。まあ何回かやっていれば勝手が分かってくるでしょう。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。